えー、今日はあ第129回目の所営塾となります。えー、どんどんです、ね、お集まりいただく方も増えてまいりましてです、ね、内容のある所営塾と、きょう今日もなると思います。まあ、いろんなあ歴史的なこととかです、ね、世界的なことです、ね、いろんな時事のこと、いろんなことを知る機会としてです、ね、こういった所営塾の開催は意義あるものと思っています。まああ 必要と思われる方に講師としてご登場いただいてです、ね、また皆の意見を、議論を通じて、本当はどうなるかということを見指してくださればよいかなと思います。まあ、今ほど事務局長の話もまあ当然でありますがです、ね、そういう弱肉強食の社会に今、日本がいるんだと、そういう中にあって、日本はどうあるべきかということを考える機会にしていけたらいいのかなと思います。今日も盛りりり上ががったた会にになりままようにありがとうあとございました